Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kame, or Turtle or Tortoise in English, which stands for an UFO in ancient times in Japan. I formulate a hypothesis as so, since I guess an UFO looks like a turtle or a tortoise. Here's i another story about it. 天の橋立にあるのがこの宮神社です。このこの宮神社には亀の背に乗った神の像があります。イースタイによれば、ヤマトの宿根の御事だそうです。神武天皇が統制の時、明石海峡で神武天皇を助けた神ということになっています。一方、古事記でも、また、日本書紀でも、 似たような話があります。古事記では、サオネツヒと表記されています。内容からすると、ヤマトスクネノミコトのことということになります。それはともかくも、その神は、亀の甲羅の上に乗っていたとされます。亀です。で、その亀については、私は UFO 説を唱えています。古代においても、もちろん UFO は空を飛んでいました。 が、今でで言うう UFO という言葉はありませんでした。だからカメという言葉を使ってそれを表現したというわけです。日本各地にはカメヶ丘をはじめとしてカメという名前言葉をですね名前に持つ地名はたくさんありますね。古墳があるところにそうした地名が多く残っているというのも大変興味深いと思います。京都府亀ヶ丘市にある地獟性車塚古墳などがその一例です。 で、この宮神社の山と宿ネの巫女ともそうではないかと私は考えました。同じようなコンセプトで作られたアーティファクトがメキシコのアステカで見つかっているからです。見方によってはカメそのものですね。つまりこうした神々が古代、世界の空,も空を飛び回っていた。そしてもちろん日本の空も飛び回っていた。と考えることはとても楽しいことですね。もっともだからといって、 トス宿ネの御子とイコールアステカの神ということではありません。が、それを否定することもできません。日本には浦島太郎の伝説も残っていますしね。ともかくも大切なことは私たちが持っている固定観念を一度バラバラにしてみる必要があるということではないでしょうか。では画面を見ながら説明します。では皆さんを 天の橋立てへ案内します。これが皆さんご存知の天の橋立てですね。で、そのこの写真では手前の方にこの宮神社があります。元伊勢というふうに言われています。で、この神社の一角に先ほど言いました亀の背に乗った神すなわち大和の宿根の御事の像があります。大和の宿根の御事というのはですね、まあ神武天皇が当選の時に ジム天皇を助けた神ということですね。で、亀の背に乗って現れたと。で、同じ話が古事記にも、また日本書紀にも出ているわけですけども、古事記の方では、サオネツヒコというふうにまあ呼ばれています。まあ、同じ神と私は考えています。まあ、いろいろ議論はあるかもしれませんけども、まあ、今日のポイントではありません。まあ、こうした神がですね、亀の背に乗って現れたという点です。で、私は従来より、亀イコール UFO 説を唱えています。 まあ、UFO がですね、仮に見える。ということからそういうふうに呼んだのではないかと思います。まあ、UFO という言葉はですね、えー、戦後の言葉ですからね。で、これがヤマトのスクネの巫女の像です。で、これはそのように書いてあるわけですね。あので、このヤマトのスクネの巫女が明石海峡に亀面に乗って現れたと。で、古事記にも全く同じ内容の 記述があります。でそちらの方では、サオネツ飛行あるいは日本書紀ではまた別の名前で呼ばれてますけれども、サオネツ飛行と。ということなんですね。で、こうした神が現れて、まあ、紙に乗って現れた。で、神イコール UFO と考えますと、まあ、すんなりと理解できるといいますかね。あのー、ということですよね。で、それは神なのか、それとも UFO なのかということなんですけども、 日本全国神社寺にはですね、こうした、まあ、亀信仰のようなものがあるわけです。で、これは観音像が亀の背に乗ってという像ですね。まあ、これはあの現在作られたものですけども、まあ、亀というのがもうこのように表現されているんですけども、本当に亀だろうかということなんですね。まあ、確かに亀の形をしているわけです。で、これはあの伊勢神宮下空でしたね。で、これはまあこうした亀なんですけども、私は まあ、亀とは一線を隠すべきだと考えています。その一つのですね、この証拠がここにあるわけですね。向こう側にあるのは、これがあの、まあ、亀型 UFO っていうふうに考えられるわけです。で、手前にまあ飾ってあるのが、これが亀ですよね。誰が見ても亀なんですけども、まあ、この亀型 UFO の場合はですね、耳があって、なんて言いますか、首から上がその、なんて言いますか、別の動物のような感じがしますね。で、まあ、これは亀ではないというふうに、ここで、ま、分ける。 ことといいううこでできるんじゃないかというふうに考えたわけです手前の方が亀で、向こうが亀じゃないということですねで。調べてますと、やっぱりそういった耳のあって、まあ、こうした顔の、まあ、亀も表現されているわけです。まあ、古代の人たちは見たものをそうして言い伝え、そして作っていったということですよね。そして、この,、まあ、このまさに浦島太郎といっていいような、まあ、あの像もあります。そして、これがこの宮の大和の宿根の御事の像ですね。 そして、まあ、これは、この人の場合は、下が、ね、本当に亀のような亀で掘ってありますけれども、ね、それは現代流の解釈だと思いますよ。そして同じものが、マヤのアステカでも、まあ、メキシコのアステカでも見つかっているということですよね。で、こうした像が、私が知る限り2つあります。今のところ2つ見つけています。で、亀の背に乗った神ということになります。で、左が、ヤマトの宿ノのコトの像。右が、マヤ・アステカのアーティファクトということになります。 で、この像で面白いのはですね、顔が人間らしからぬっていうところですよね。まあ、ワニの顔っていうふうに、まあ、一度称号してみたんですけども、鼻の上の方までヒレが出てますからね、ワニでもないような感じがします。ワニに似た、まあ、知的生物たち、生命体ということになるわけですね。あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっていたのかもしれません。まあ、ともかくもこうしたものが、アステガで見つかっているということですね。これなんか本当に、もう、カメというよりも、まあ、 誰が見ても亀に見えるんですかね、やっぱりね。まあ UFO ですけども、前の頭の部分が、まあ、なんて言いますか、一つのノズルって言いますかね、空気取り入り口のようにもなっているわけです。まあ、それが亀に見えたと。まあ、そういうふうに考えてもおかしくないわけですね。ですから、古代人がもし左の上のような乗り物を見たらですね、またそれの上にあの誰かが乗っていたとしたら、まあ、これは下にあるのは亀というふうに思ったでしょうね。で、まあ、これがそうしたまあ 乗り物っていうことになるわけですけどもね。この今、灰色に塗った部分が、亀の頭と尻尾ということになるわけです。そしてその上に、円盤状の、まあ、板,板のようなものがあって、その上にこうした、まあ、紙が乗っていたと。で、まあ、称号してますと、やっぱりワニなんですよね。はい。で、ワニ型の、 マヤのアステカの場合はですよ。あくまでもマヤの,アス,テカの場合でアステカの場合ですけども、ワニ,型の,顔ワニの顔をした紙がこうした乗り物に乗っていたということになるわけですね。まあ、世界中には小型のこうした小型の UFO というのが現れているわけですね。これは中国です。それから、あのー、日本の聖徳大使も、あのー、こうしたのに乗ってですね、あのー、馬に乗ったまま、まあ、この紙型の UFO に乗ったというのもあります。楽しいですね。このように考えていきますと。 ということで、まあ、古代の神々は皆空を飛んでいた。もちろん、日本の神々も空を飛んでいたと考えるのは、なんだおかしくないということです。まあ、続いて、法隆寺、釈三尊像,像の謎についての、まあ、空をぶ飛ぶ神ということで作ってみたビデオですけども、どうかご覧になってください。バイ。ハロウ、this is Hiroshihaya Shihama-Ma City Japan. 古代の神々は空を飛んでいましたというとっても楽しい話です。気楽に楽しんでください。ここは法隆寺ですね。あなたの固定観念をほんの少し変えるだけで古代の歴史がとっても楽しくなります。 ということで話を進めていきますが、まずアタごさんからいただいた情報です。法隆寺ですね。法隆寺の一角に五重の塔があります。その五重の塔のてっぺんに草輪という飾り物があります。ここですね。で、この草輪は何かということなんですけども、アタグさんがこれは生命の木に似ていると教えてくださいました。 で、早速調べてみますと、そうなんですね。法隆寺では、これをスチューパーをかたどったものだと教えています。本当にそうでしょうか右が生命の木です。そして、比較してみますと、よく似てるんですね。で、なんて言いますか、円形のいわゆる補強材を取り除きますと、全く同じになるんですね。ということは、これはスチューパーではなくて、 生命の木ということになります。生命の木ということになりますと、直接バビロニアの、まあ、歴史とつながっていくわけですね。とても楽しいですね。で、中央部も見てください。まあ、コンセプトが同じというか、同じなんですね。で、これをシチューパという方が無理があるんですね。シチューパというのは補強材の方のこの円形の部分を言うわけですよね。いかがでしょうか。ほんの少しだけあなたの持っている固定観念を変えるだけで、 日本の歴史がバビルニアと繋がるんですよ。で、この生命の木が、話はそれますけども、私たちが現在、クリスマスツリーと呼んでいるものに繋がっていくわけですよ。聖徳太子はそれを知っていたんですね。まあ、どちらを皆さんは信じるかというものでなってくるんですね。それでもあなたはこれがシチューパーだと思いますかそれとも生命の木だと思いますか さらに、法隆寺には釈迦三尊像があります。まあ、聖徳太子のところにブッダの像があるということもおかしな話なんですけどもね、これは太子滅後にまあ奉納されたという記録が残っていますが、ともかくも、この釈迦三尊像を見てください。何かおかしいと思いませんかそうなんですね。台が不安定なんです。一本の、なってますが棒の上にまあ釈迦三尊像がまあ,あるということですね。 そしてこの釈迦,三釈迦三尊像は空を飛んでいるように見えます。そうなんです。空を飛んでいるんですね。ということをこの釈迦三尊像は表現していると私は考えます。そしてまあ、2、3日前もでもですね、あるテレビ局がこの釈迦三尊像を紹介し、蓮の花をその間に飾っていました。しかしこれは蓮の花ではありませんね。私はそう考えます。 まあ、ハスの花だという固定観念だけで見るからそういうことになるんですね。どう見てもハスの花には見えませんね。私はこれは空を飛ぶ、まあ、UFO だと思います。まあ、そう考えると楽しいですね。このハンカシー像、魅力菩薩像もそうですね。これは中宮寺にあります。そしてこれもそうですね。えー、今のもあの法隆寺にある像ですよ。それで 薬師寺だったかもしれません。ごめんなさい。ちょっと記憶がね、あやふやで、まあ、ともかくもこうして空を飛んでるということなんですね。皆さんはどうお考えになるでしょうか白石、えー、の頭おかしいと思われるでしょうかが、そう判断するのは、えー、ちょっと待ってくださいね。この棒を見てください。何かどこかで見たことがあると皆さん思いませんかそうなんですね。プラモデルの飛行機の支柱なんですよ。まあ、最近はこの支柱のあるプラモデルが少ないんですけども、 まあ、ともかくも、私が子供の頃には、こうした、まあ、支柱がですね、どんなプラ,プラモデルといいますか、飛行機にもついていましたね。すなわち、こういう形で空を飛んでるということを表現したわけです。となると、同じようなコンセプトで、釈迦三尊像が作られていると考えることはできないでしょうか。というか、私はそういうふうに考えましたが、このブッダは空を飛んでいます。まあ、ブッダといいますかね、ホーリー・セイントですね。空を飛んでいます。 そしてそれはまさにロケットである。となると、皆さんはどちらを選択するかという問題になってくるわけです。すなわち、私が、まあ、ここで言いたいのは、これは空を飛んでるということを表現したものであるということですね。が、こんな陳説を唱えるのは私だけかと思います。が、それもちょっと待ってください。世界にはこうして空を飛んでる神々が、まあ、まあ、ありますね。右は中国の、まあ、あの、どこ、まあ、 壁画に残ってたのをこうして再現した絵だそうですけども、えー、詳しくはここに出てますけども、えー、この発音がですねあの、おそらく関東語だと思うんですけども、Google 上で探しても出てきませんでした。でまた今回、今度調べてみますが、まあ、こうしてまあその壁画が見つかっている、その壁画のまあ上の方を見てください。 ここに描かれているのが、まあ、小型の UFO ということになるわけですね。古代の神々はこうした UFO に乗っていた可能性があるということです。で、この UFO がですね、先ほどお見せしました釈迦三尊像の、いわゆるその、特にブッダのね、あの、下の台の形に似ているということなんです。まあ似ているっていうだけで終わるかもしれませんけども、これなんですね。 まあ、おそらくブッダはこういう形で空を飛んでいた。あるいは日本へ飛んできたブッダはこういうものに乗っていた可能性があります。これはインドですけども、インドの、まあ、神々も空を飛んでましたね。ブルガリ,ルガリアのアレクサンドル・ネフスキー大聖堂のにあります、えー、絵なんですね、まあ。これは何度も精査しましたが。それからエゼキエルっていう、まあ、聖書ありますね。その、まあ、聖書のエゼキエル書の、ね、一部にはこんな写絵が書かれている。 まあこれは昔からあるわけじゃありませんけれどもね、空を飛んでる神がいるわけです。で、日本もまあ例外じゃないんですよ。これが聖徳太子です。で、聖徳太子が右の上の方に描かれてるんですけどもね、えー、アメリカのデブルズマー・マウンテンに似てますね。まあ、ともかくもう、あこ,れここに飛ん,、まあ、飛んでるのが聖徳太子です。何かしらの亀のような、まあ、雲、 ともかめともわからないような動物と言いますかね、乗り物に乗って、その上にあの馬が乗って、聖徳太子が乗っています。やっぱりこう聖徳太子も空を飛んでいたということになるんですねで。同じようなものがマヤにもあるんですね。まあ、これはあ,のある王の石棺の蓋に描かれた、彫られたリリーフだと言われてますけども、これ,これがまたマヤで最近見つかったんですね。でそれと先ほどの もう石管のレリーフと比べてみますと大変よく似てるんですね。特に体の姿勢、足の曲げ方、操縦の仕方がそっくりだということですね。そして全体のコンセプトも同じなんですね。ということになってきますと、これは小型 UFO だということになりますね。いろんな説がありますが、この、まあ、アーティファクトのおかげでですね、あの石管の蓋がですね、まあ UFO を操縦する王ということが証明できるわけです。まあ詳しくはまた別のところで説明しましたのでそちらをご覧になってください。これもそうですね。上のまあ人間らしきと言いますか、あを取り除いていますとこうした UFO が残る、残るというわけです。で、この形はですね、実は日本の亀に似ているわけです。亀。 日本では昔です。昔からですね、UFO という言葉はありませんでしたから、亀という言葉を使って UFO を表現したものと思われます。で、これが亀なんですけども、亀とも違うんですね。耳がありますから。ですからまた別の形なんですけども、こうした亀の、まあ、亀信仰といいますかね、亀の石像が神社仏閣のあちこちにあるというのも大変興味深い、イコール、まあ、 UFO と何らかの深い関係があった、イコール神々、空を飛ぶ神々と何らか深い関係があったと私は判断しています。まあ昔はね、まあ UFO なんて言葉ありませんでしたからね、まあ形が似てるっていうところから亀にしたと考えるのはごく自然なことだと思うんですよ。え事実、そうしたまあことを表すあ石像も現在作られています。まあこれがその石像なんですけどもね、まあこういう形で上にまあ菩薩が乗って いるわけですまあやはり亀というか、竜のような頭をしたと言いますか、やはり耳があるという意味で特徴があります。で、話を戻しますが、マヤのこの小型 UFO ですね。で、下の亀ですね。比べてみてください。繰り返しますが、古代のまあ昔の日本人はですね、こうしたものが飛んでいるのを見てですね、ああ、亀だ、亀だ、亀だと言ったというふうに考えられるわけです。まああの 現在のね、あの UFO はみんな光ってぼやぼやしてますけどね、昔はそんな必要なかったと思いますよ。レーダーなんていうのはありませんでしたからね。ですからこういう形で直接私たちの目に触れたのではないかと思います。で、古代のインドに話を戻しますが、日本だけでもない、中国だけでもない。まあ、インドの神々というのは、まあ、基本的には空を飛んでるんですね、みんな。まあ まあ日常的にと言いませんけどもね、日本よりははるかに気楽に空を飛んでいたという感じがしますね。しかし、日本の仏像でですね、空を飛んでいるって表現した、まあ、まあ文献というのは全くありませんね。で、特にこの絵を見ていただきたいんですけども、坂の先のですね、釈迦三尊像の像と比べていただくとわかりますが、同じコンセプトだということなんですね。 まあ、あのインドの方は、まあ、見るからに花ですけども、右の方は、まあ、花のようにも見える、まあ、UFO ということになるんでしょうかね。まあ、花として表現してあるのかもしれませんが、ともかくも、あの、同じコンセプトで細長い棒がついてるのがわかります。ということで、結論なんですけども、えー、釈迦三尊像は空を飛んでいた。まあ、皆さんがどんな、まあ、固定観念を持っていらっしゃるかもしれませんけども、そうした固定観念を一度捨てて、まあ、捨てるというか変えるということですね。要するに、変えてみれば、またその、 面白い世界が開けるんじゃないかと思います。日本の歴史は面白くないなんてね、学生時代を思った人は、もう一度ここで考え直してみてください。ということで、まあ、今日のビデオ終わりますが、いかがでしょうか、まあ、何度も言いますけども、えー、縄文の開園時にしてもですね、ひっくり返してみると、まあ、大変面白い事実が分かってくるのではないでしょうか。ということで、ビデオ終わります。Thank you and bye for now.